なんか世界時価総額トップ10のうちの7社が、うん、僕らの競合製品をやっているみたいな状況だったんで、そういうアリンコみたいな僕たちが、うん、ゾウとかブルドーザーみたいな相手にどうやって戦うかって考えた時に、うん、彼らは東京市に興味を持って、うん、戦う時に、うん、日本の今の課題、今を良くしたいとかずっと、うん、日本を IT で良くするっていうのはずっとあったんで、うん、地方創生だっていうふうにこう制度で言われている時期だったんで、うん、地方創生だと。で、どこの地方創生も持っていけなかったんですね、うん、人口が全部減ってるのに人口を増やしたい、雇用を増やしたい、うん、どこか面白いところ、どこかが面白いことやったら、うん、みんなうまくいった前例を真似するの、うん、天才的なスピードで自治体ってやるので、うん、どこかが途切れても同じ横並びになって全体が進んでいくっていう構成が地方創生にあるなと思ったんで、うん、僕たちは逆に人口を神戸のちょっと山の上の方でですね、うん、町づくりするっていうみたいな、で僕たちの地方創生のコンセプトは皆さんのところにいる優秀な若者を育てて送り返しますっていうやり方なんですね、うん、どんどん皆さんに送り込みますよ優秀な若者、うん、そしたら全部の地方創生のところをこう組めるわけです、うんうん、普通地方創生全部的なんですけど、うん、僕らは逆に全員の味方まで地方創生やろうかっていうもう一つの狙いとしては地方創生ってなんかいろんなプロジェクトがこう生まれるんですけど、うん、スラックとかラインワークスとか組織に落としたような設計だったりチャットワークはなってないから、うん、組織を飛び越えてグループになりやすい、うん、それでみんな地方創生やってる人たちは機能比較とか料金比較とか関係なくてチャットワーク一択になるなっていうふうに、うん思いましたし、で実際そうなったんですね、うん、でそれで、そこからその先の狙いとしては自治体だったんですね、うん、自治体未だにクラウド禁止かもしれないんですけど、はいはいはい、じゃあアメリカ産のチャット使うんですか、うん、韓国産のチャット使うんですか、うん、中国産で、上場までしているチャットワーク、うん、しかも地方創生であちこちこう自分たちのところに協力してくれたなのでそれが全部チャットワークのアカウントが入ったらこれはもう上場後の成長戦略として種まきになるなっていうことで地方創生やったら盛り上がりすぎたんですよ。経営陣は社員第一主義で社員をお客様第一主義っていうのはスタンスだったんですよね。それでやっていってでちょっとチャットワークも作って自己資本だけでシリコンバレーにチャレンジするぞという形でやってましたら上場した時に購入して何だろうと思った時に利益をやっぱ追求したりとか株価を求められるわけじゃないですか、うん、でもいいサービスを提供していたらお客さんのユーザーが増えて、うん、売上が増える、うん、利益が増える、うん、社員第一主義のものは資金調達しても、うん、利益が出るようないいサービスを作ればユーザーを増やせばいいんだなっていうふうにちょっと考えまして、契約員のミーティングの時に、うん言ってみたんですね、プロジェクトが全然うまくいかなくて、うん、お客さんには叱られるばっかりですね、まあ、今8年9年経ってようやくマネジメントが確立して、うん、お客さんからも次々と仕事いただけるようになったんですけど、うん、じゃあそもそも何がまずかったのかっていうとやはり日本で経営している限り日本の価値観の中で日本人同士で仕事してて、うん、もう固定概念の概念概念の中でこう仕事をしててそれを多民族のところのマレーシアの中で展開しようとしたところでやっぱり社員と一体感が全く生まれなかったということがあります。でもう一つ一歩向こうでも通じるなと思ったのがフィロソフィーっていう理念経営のことなんですけど、日本で理念経営をしててマレーシアで理念経営をしようって言った時にインターナショナルのコンサルタント木村さんそんなことしたって無理よって、うん、どうせどん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 皆さん転職するのにちょっと給料上がっていいとかだったら転職する無理よって言われたんですけどいや俺はやってるって日本で同じこと同じ人間だから心つながるほど強いものはないっていうことでフィロソフィーの勉強を会社が設立当時からやったんですよ。今やローカルの社員がうちの会社の強いのはフィロソフィーだって言ってるし、退職者全く出ないんですよ。もうここ5年間ぐらい退職者全く出ないような組織になりました。
か意見聞いたんですけど、まあ、私思うところの2つですね。1つはやはり日本人の経営者はもっと多様性を持った考え方を持たないと変革ができないんじゃ、社会に対するイノベーションが起きない違うかということ、もう1つはやはりフィロソフィーという考え方は海外でも通じるんじゃないかなっていう、大事な会社経営者、大事なことなのかなっていうことを思ってるんですけど、そのあたりちょっとどうなんですか。